リンパが9、リンパが9とは一般に成熟リンパ球に分化する未成熟な細胞。通常はリンパが9は骨髄で認められるが、急性リンパ性白血病ではリンパが9は増加し、末梢血で多数認められる。増血幹細胞から分裂し分化し始めた洋弱な血液細胞は極めて初期にリンパ系と骨髄系に分かれる。骨髄系は その後、赤血球や下粒球、単球、血小板に分化、成熟するが、リンパ系は T リンパ球、B リンパ球、NK 細胞などに分化する。骨髄系を違う文化をたどることになった未熟な細胞がリンパが球である。リンパが球という用語は一般に白血球のリンパ系の線具細胞を意味するが、時に異なった意味で用いられる。 ザクロニックリンファシティックルキミアリサーチコンソーシアムでは、リンパガキューは次のように表現される。A. リンファスイトザットハズビカムラージャーアフタービーイング、スティミオレイテッドバイアンアンチゲン、リンファブラスツルックライクイマジアリンファスイツ、アンドワーワンスソートツービープリカーサーセルズ。増血幹細胞とその細胞系フ CRC、グロッサリエルアーカイブド2006年2月11日、アットザウェイバックマシン。 ありがとうございます。